はい、皆さんおはようございます。朝スナックミューへようこそ。このチャンネルはアロマセラピストらしからぬアロマセラピストであり、 EC 初心者のくせに日本最大級の品揃えを誇る和精油に特化したオンラインセレクトショップのミューズネストのオーナーであり、不思議系男子とラボットのチョコとお餅の本物のママでもあるミューママが、質問者の悩みの声や疑問に答えたり、人生経験と雑学を駆使して様々な問題を考察する音声チャンネルです。朝から笑えば NK 細胞が増えますよ。では行きましょう。ですね、前回のお話では、社会人になって体調不良になって緊急搬送されて緊急回復手術をして、そのまま何も見つからずに閉じましたよってお医者さんに言われた挙句に、肺に水が溜まって呼吸困難に陥ったっていうね、すごい事件、オープンシャッテン事件って言ってるんですけれども、この事件について語りました。さて、呼吸困難なんですけれども、だいぶね、この自力ポンプ、そう、春日体操で自力ポンプで乗り切ったっていう話をしたんですけれども、そしたら呼吸についてはだんだん楽になってきたんですね。あとは痛いだけですよ。で、夜が明けて、で、巡回の看護師さんがバイタルをね、チェックしに来るんです。点滴とかね。で、看護師さんが来たから、って昨日はすごい賑やかでしたねって言って、まるまるもりもりのコンビね、当時芦田愛菜ちゃんと鈴木福くんがこう歌って踊ってたわけですよね。で、まるまるもりもりみたいな、で、あのぐらいの年の子たちがもうキャッキャキャッキャ言いながら遊んでましたねって言って伝えると、ふってこう苦笑いされたんですよね、看護師さんにね。え、何と思って、そしたら、この階には赤ちゃんとお母さんたちしかいませんけどねって言って立ち去っていったんですよ。いや、確かにね。そう、入院してた病棟が、ICU から出て一般病棟に移ったんですけど、入院してた病棟はね、産婦人科だったんですよ。そしたら、言ったら新生児の赤ちゃんと、お母さんで、あとは婦人科系の手術で入院している人の大人しかいないんですよね。だから、夜子供がいるわけないんですよね。本当にね、心霊現象って思いました。なんかこう、ほら、やっぱりこうね、命が生まれる現場でもあるけど、命が失われる現場でもあるわけで、で、いや、そういう子たちがこうね、この世に残って遊んでたんかなみたいなことを考えたんですけど、この話を後々お仕事、クライアント様なんですけど、一緒にお茶飲んでる時にこの話をしたら、いや、近藤さん、それねって言って、モルヒネが現状じゃないですかって言われて、そうかもみたいな。今でも心霊現象か幻聴なのかまだわからないです。誰か同じような経験をしたことがある人は、ぜひお便りください。で、それでね、内診の時に、婦人科系で何かがあるっていう風に手術の前に言われたんですけど、入院中にもう一回細胞診をしてみたんです。細胞診ご存知ですか？男性の方々はね、細胞診したことないと思います、ほとんど。これがまたね、ちょっと嫌なんですよ、痛いしね。で、思いっきりこうパチンパチンみたいな感じで、ちょっとこうグリグリグリみたいな感じで、いてってなるんですよ。形容しがたいですね、朝から。でも、その細胞を取った時に、病理にかけたらね、軽度異形成が発見されたんですよ。軽度異形成って何かって言ったら、軽度、高度で、がんのゼロ期ってなるわけですね。だから、がんになる一歩手前みたいな、そういう細胞が見つかりましたって言って、で、しかもその時に、ね、内診を重くとしたそのお医者さんが、って細胞が本当結構ぐちゃぐちゃでねって、産道が腐ってるようなもんなんですよねって言い放ったんですよ。当時ね、私まだ20代で、もちろん未婚で、で、出産もしてなくて、もう私の後ろで
私の母親の顔が青ざめていくっていうのが分かりました。うん、いや本当にね、その山道が腐ってるとかね、もうほんま用水腐っていく事件あったじゃないですか、某有名歌手さんので、あれでなんかもうかなり泣きながら謝ってはったじゃないですか。もうね、このお医者さんもね、だいぶねデリカシーに欠けてるところがありますよね、本当ね。もう今やったらもうほんまここまで SNS 広がってたら大問題になってると思いますよ、炎上炎上、うん、で結局ね、その炎症が発熱の原因だったのか、まあ、それか発熱したから炎症が起こってきてるのかとか、まあ、どっちが先かも分からずに内科の先生が来て、膠原病かな、いや結核かなとかやって、ツベルクリン反応やったんですよ、めっちゃ懐かしいでしょ。であと超音波でいろんな血管とかリンパとかも調べてみたり、あと眼科までね回されたんですよ。もうさすが総合病院ですね、もう調べられるところとりあえずいろいろ調べとこうみたいな、いろいろ調べてもらったんですけど、やっぱり原因が分からなかったんですよ。なんでそんなに高熱が続いて、しかもその産道の細胞がドロドロになってるのかっていう原因ね、うん、でまあ術後の抜歯の時期がやってきたんですよ、入院してたら、うん、だいたいそう抜きますよね。でもその時に手術って言ったらこうなんかこう糸、抜歯っていうから糸なイメージだったんですよ。しかも溶ける糸ちゃうんかなと思ってたんですよ、なんとなく。でもその時に包帯外されて初めて自分がこう切られたお腹の様子っていうのを見られるんですよね。その時衝撃走りましたね。お腹にねこうパチ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 ってホチキス止められてるんですよね。いやこれ今の医学に進んだ人たちとかだったら、まあ、そりゃそうやんとか思われるかもしれないんですけど、手術をそれまでね大きな手術を受けたことがない私にとって、お腹にホチキス並んでんのを上から 見るってこうちょっと衝撃的な光景だったわけですよ。なんかすごいね笑えました。うん、ホチキスやんみたいな。でしかもね外し方がね、コピー用紙のホチキスね、シュレッダーにかける時の外し方と一緒なんですよ。もう一個ずつこうペイペイってね引っこ抜いていくっていうね、いてててててみたいな。それと一緒なんですよね。もうなんか笑けました。でしかもね、なんか産後しばらく経ってから聞いたんですけど、そうやってねその帝王切開で子供を産んだ人たちって傷跡が残らないように、言うたらバンドエイドの進化版あるじゃないですか、あれをキズパワーパッドとか商品名言っちゃったけど、あれを大きいやつみたいなやつを貼ってこう切開の跡をね目立たなくするんですって。知らなかったそんな。そうしかもだからもうバッチリね斑痕残ってますよ、もう本当にケロイドね。もうまあいいけど別に気にせえへんけど、なんかすごい美意識高い女子やったら本当に訴えられるレベルかもしれないですね。はい、でだんだんとまあその手術終わって、で2回目の再更新をしても、まあ、異常が認められなかったんで、で頭久しぶりに洗ってもらって、もう看護師さん天使とか思ってたんですよ。そしたらお医者さんからね、あんまり長いこと入院してても気がめいるだけでしょうから、そろそろ自宅に帰りますかって告げられたんですよ、ね、すごいでしょ。とりあえずなんかもうわからんからもう 退院しときみたいな。そうなんですよ、もうほんまにね、いやわかりますよ、元気やったら病床開けなあかん、もう今はほんまにこんなにコロナがねこんなに蔓延している中、病床っていうのはやっぱり開けとかなあかんっていうのはすごい理解できるんですけど、当時はなんで何も分かってないのになんかもう退院させられんと、原因分かるまで救命せえへんとかもちょっと思ってたんですけど、しょうがないから退院しましたねっていうような感じでした。これね、オープン射点事件と締めになります。まだこれだけで10分ぐらい経ってもうたね、こんな人生なんですよ。はい、
私は毎朝朝ヨガをしていますが、その時襟元に一滴垂らしてヨガをするとめちゃくちゃ集中している感じが深くなります。で、毎日その日の気分や体調に合わせて選んでるんですけど、本日の和精油は甘夏でしたね。甘夏の和精油、本当にね、前向きな気持ちで元気が出ます。はい、ではでは、今日も嫌なことがあったら全部ネタにして笑い飛ばしてしまいましょう。こんなことが聞きたいという質問はレターの方で送ってください。はい、では行ってらっしゃい。